多目的トイレに一トイレでおなじみのセンシティブ・マイ・ハートです。1分間のどうでもいい話、第93回始まってしまいました。あの、まだね、中高生ぐらいの時にですね、あの、なんかあの家に、うちの母親に補正下着を、ね、売りに来てるセールスの方がいらっしゃいまして、で、 ちょっと、あ、なんか騙されてたりとかしちゃいけないんで、なんかね、あのー、お金の無駄遣いとかしちゃいけないと思ったんで、ちょっと監視してようかなと思って、あの、見てたんですけど、なんか、ただの思春期の変態みたいになってました。いかにしろ、どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。